山から流れ出した土砂が県道を塞いでいます。県道の先には住宅街でしょうか、土砂によって住宅が飲み込まれています。家を押し流すほどの大量の土砂。撮影中も土砂が流れていきます。地滑りが発生しているのは糸魚川市の久留美沢地区で、糸魚川市の市街地からおよそ10キロ離れた山あいに位置しています。今日午前1時過ぎ、東北電力から消防に停電の復旧に向かう途中地滑りを確認した、道路が寸断されていると通報がありました。地滑りの規模は幅100メートル、長さ1キロに及んでいます。糸魚川市は午前3時に災害対策本部を設置、午後2時までに久留美沢、一野の御前山の3地区合わせて23世帯37人に避難勧告を発令しました。これまでに全員が避難していて、怪我をした人はいません。ビシンと音がしたんだ、土砂崩れの何て言うんですか、音っていうんですか、異常な音で、で区長さんに連絡したって聞いてます。家まで来たなんて初めてだからさ、びっくりしただけだ。雪なのか岩なのかベトなのか、まずすごい心配ですね。被害は住宅にも及びました。土砂が流れ込んできまして家を押し倒しています。そして建物からはよく耳を澄ませますときしむような音もしています。土砂によって住宅3棟と空き家3棟が全壊、また土砂が県道を寸断し、一野の地区と御前山地区の合わせて2世帯4人が一時孤立しましたが、全員県のヘリコプターで救助されました。大規模な地滑りは一体なぜ起きたのでしょうか。今日午後ヘリコプターで上空から調査した専門家は、気温の上昇に伴う雪解け水が影響していると指摘します。おそらく雪が溶けたことによる融雪にが原因が大きいんじゃないかというふうに思いました。雪が多いということは溶けて水になるものも多いですから、やっぱり雪が多かったときっていうのは要注意かというふうに心配しているところです。上から見ている限りかなりドロドロした動きをしてますので、多分今すぐ止まるということはちょっと考えにくい可能性があると思ってもらった方がいいと思います。